の体験やっております。お客様の中にピアノ弾ける方はいらっしゃいませんか？あ、はい、こんにちは。あ、ピアノですね。
い、というわけで本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。本日はですね、店員さんが実はヨミーさんで、ピアノが超絶弾ける、アンドお客さんが僕で突然ドラムを叩き出すというドッキリを今回させていただきました。ありがとうございました。うまぴょい伝説だったんですけど、お互いアレンジしすぎてうまぴょい伝説ではない何かにはなってたんですけどねなんか超エモい感じになりますね、ピアノで弾くと。あー、言葉が多いですからね。いや、あれ実はセリフとか掛け声が多いだけで、実は裏で鳴ってるコードとか結構エモいんですよねという感じで、いつもとはちょっと違い、うまぴょい伝説にはなってたんではないでしょうか。ピアノとドラムバージョンっていう。そうですね、新しいですね、ピアノとドラムは。しかも多分聴いてくださってる方もうまぴょい伝説なのかなみたいな感じになってたと思うんですけど、前編ヨミーさんのチャンネルで上がっておりまして、冒頭でも出たと思うんですけど、グレンゲを聴かせていただきまして、そこではですね、はい、僕のもう名演技が入っておりますので、ちょっとそこを見どころで見ていただけたらと思います。 YouTube なんかでもったいないぐらい、あー、そう、もうハリウッド級ですよ、はい、もうしかもドラムバトルもやってますからね。あ、そうですね、そこも見応えあるかなと思いますので、ぜひぜひ見てない方はヨミーさんのチャンネルのグレンゲも見てみてください。実はちょっとなんかやってること似てたりしません？なんかそうですね、な、音楽ゲームとか、音楽ゲームとか太鼓の達人ピアノとドラムとオリジナル曲も他の動画で作られます。そうですね。わっ、同い年なんですよ。そうです、見えないでしょ。もうすごい大人びてる顔、まあ、かですか数少ない、もう YouTube でも少ないですし、音楽系で YouTube やられてる方でももう本当珍しい同い年ということで、ちょっとこれからも、はい、そこはちょっとね、親近感が湧きますね。いろいろと親近感が湧きますけど、よろしくお願いします。今後とも。ちなみに何月ですか、誕生日？10月です。え、本当ですか？はい。あ、17年ってことですか？1997年の10月。あ、マジっすね。え、いつですか誕生日？6日です。おー、僕21だからちょっとだけ先輩ですね。ここまで一緒とは。というわけで本日はご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。